ピックアップ完了しました。お届け先は百合の木台方面です。で、後半戦ね、まあダラダラとやっていくつもりではありますけれども、前回の動画でフードデリバリーにかかる経費どんなもんかねなんて話をしてましたんで、その辺についてちょっと自分なりに考えて数字出していきたいと思います。おはようございます。10月18日金曜日です。現在の時刻が間もなく11時半になるところ、あまり寝てないです。目覚ましかけずに寝て起きれたら始めようと思ってたんですが、10時半くらいですかね、メニューさんから多分バグだと思うんですけど通知がやたら続きまして、全て同じ内容の通知、30回ぐらい通知来ましたかね。それが強制目覚ましになって起きて準備して始めています。で、開始してすぐにレーダー案件が鳴ってくれて無事に取れました。結構いい報酬です。呼んでくれたのが激盛り豚丼、激盛りトン丼、メガトン船橋小阿賀店さん、 8.9 キロありますけど27分で1064円報酬。こんにちは、ウーバーイーツです。ピックアップ完了しました。もうちょっとゆっくり寝てから始めようかななんて思ってたんですけど、そのメニューさんの強制目覚ましの他にもう一つスタート早めた理由がありまして、雨クエ出てるんですよね。見た通り雨降ってはないんです。天気予報一応雨混じりにはなってるんですけど、雨クエが昼出てまして、しかも一件平均200円、なかなかいい金額の雨クエが出てしまってるんで、釣られて始めてしまった形です。ただね、雨降ってない、降っても大して降らなそうな昼の雨クエ200円、まあならなくなっちゃうかなって言った感じです。あまりいい案件じゃないですけど、雨クエあるんで行っちゃいますか。メガトンさんの配達完了しました。雨がそれなりにパラついてきてます。まだ実はレインウェア装備してないんですけど、どうしようかな。はい、で次譲ってくれてます、ケンタッキーフライドチキン、イオモール八千代緑ヶ丘店さん。そこまでいい案件じゃないんですけどね、雨クエあるんで行っちゃいます。ケンタッキーさん配達完了して昼ピーク真っ只中のはずなんですが譲らず、さすが大して降ってない雨プラス雨クエ200円。10分近く空いてしまいましたが呼んでくれました。粉津コーヒー八千代緑ヶ丘店さん到着。粉津コーヒーさんの配達完了して譲らず、まあ予想通りの展開になってしまってます。こうなると結構選んではいられないですね。アメクエの金額足してそこそこいい報酬になるようならどんどん取っていっちゃう、そんなスタイルでやっていこうかとなってる。はい、なんとか1分待ちでなってくれました。スターバックスコーヒーイオンモール八千代緑ヶ丘店さん、 5.9 キロ23分で670円ということは分単価29円あって、それにプラス200円のアメクエ、悪くないです。12時40分配達完了しました。まだ昼ピークだと思うんですけどね、譲ってくれておりません。なるべく早くになってほしい。はい、なんとか 2,3 分待ちで呼んでくれました。レーダー案件のダブル、そこそこいい報酬です。まず1店舗目がモスバーガー八千代緑ヶ丘店さん。裏付き、こんにちは、ウーバーで来ました。ダブルの2店舗目がバーガーキングイオンモール八千代緑ヶ丘店さんです。徒歩で行っちゃいます。お、なんかいる。はい、ありがとうございます。お預かりします。1時10分配達完了して譲らずです。この条件で地元昼ピークも終わってしまうとなかなかならなそうな気がします。
ここまで6件配達を終わって、アメクエの残りが6件で、残りのアメクエ対象時間が1時間50分か。なってくれてる。行っちゃいます。というわけで、大して待たずになってくれたのはいいんですが、報酬安いですね。今回ダブル案件で 2.0キロ19分408円、ということは分単価が21円。ダブルで408円ってことは1件あたり204円ですね。まあただアメクエが2件分400円つくんで、19分2キロで808円ならよかろうということで選んでます。まず1店舗目、マクドナルド北奈良市の駅店さんです。まあそんなにね、なりが良いっていう感じもしないんで、案件選べる気もしないんで、行っちゃえ。そんな感じです。ダブルの2店舗目、ローソン北奈良市の駅前店さん。こんにちは、ウーバーイーツです。なんとかすぐなってくれた。配達完了してから1、2分で次なってくれました。譲ってくれてるわけではないんですけど、そこまでハマらずに次が来てくれる感じ、助かってます。呼んでくれたのが油そば極み奈良市の店さん。14分の密を、決して良くはないんですけど、これも200円のアメクエついちゃえば、まあいけるかな。そんな感じです。ただこのお店さん、結構ピックマッチ発生しがちなんですけど、今回はどうでしょうか。昼ピーク終わってるから大丈夫かな。油そば極みさん、受け取り完了しました。ピックマッチありませんでした。失礼いたしました。で、結構また雨も降ってきてまして、譲ってくれないとはいえ、そこそこすぐ鳴ってくれてる。もしかしたらいい案件選べてる状態なんですかね。わかりませんが、この配達を終えると残りアメクエ3件でカンクリ、1時間ちょっと残りそうなんで、少し贅沢に選んでみましょうか。まあ鳴ってくれるかどうかはわかりませんが、試してみて鳴らないようなら、また贅沢せずにどんどん行っちゃうスタイルに。鳴ってはくれましたけどね、贅沢行きます。っていうかこれはいけないよね。 8.5 キロ29分628円。1時46分、配達完了して数らずです。これで残りアメクエ3件、対象時間の残りが1時間14分。とりあえず1件断ってみましたけれども、贅沢に選んでみましょうか。はい、レーダー案件来ましたけど、15分の密を、これも断ってみます。はい、お次、これも当然断ります。 9.7 キロで668円。白いまで行けって、行かないでしょ。はい、先ほどの配達完了から15分ほど経過して、時刻2時台に入りました。動画に残してる以外にも5、6件なってくれたんですが、全て激安案件。どうやらあまりいい案件飛んでなさそうな感じですかね。で、次12分の密を取りました。もう残り1時間しかないんでね。呼んでくれたのがベトナム料理ハノイフォーさん。こんにちは、ウーバーイーツです。2時15分、配達完了して数らずです。アメクエ、カンクリまで残り2回。しょうがない、行っちゃおうか。お次、6、7分間が空いて2時22分、諦めていくことにしました。っていうか今回は1回も他になってくれませんでした。呼んでくれたのがマクドナルド薬園大店さん。3.6 キロ17分で359円。アメクエなければいかないです。ピックアップ完了しました。お届け先船橋市二宮方面。天気すっかり回復しちゃいましたね。雨上がってしまいました。天気予報でもこの後降らなそう。なおさら期待できなくなっちゃう感じかな。2時38分、配達完了して数らずです。アメクエ残りあと1回。時刻2時55分になりました。残り5分、最後の1回が遠いですね。このままカンクリできずに終わってしまいそう。行っちゃいましょう。はい、なんとかなってくれました。2時55分なんで、先ほどの配達完了から17分待ちですね。
その前に1件だけレーダー案件が飛んできてくれたんですけど、すき家船橋日大前店さん、 8.2 キロで597円、ちょっとこれはあんまりじゃないかななんて迷ってたら他の方にマッチングしてしまいまして、その後ならず今ようやく取れました。呼んでくれたのがスターバックスコーヒーイオンモール八千代緑ヶ丘店さん。報酬は言いやすいですけどね。3時10分、配達完了しました。これでアメクエカンクリです。1件200円だったんで総額2400円、ありがとうございます。でここで1回休憩します。あまり寝てないし疲れたしお腹減ったんで。でもどうですかね、雨のおかげ、まあ、結構降りも弱かったんでそんなにならないんじゃないかなと思ってたんですけど、結構頑張ってくれましたね。売上が8337円、12乗車、オンライン時間が3時間40分、売上の中にチップが500円含まれてはおりますが、うん、結構頑張ってくれましたね。後半戦雨降ってないし地元だしあまり期待はできなそうです。時刻4時半です。再開してみました。鳴ってくれるかな？なんかまた雨降ってんですよね。天気予報本当に当たらない。まあ雨クエが今のところ出てないので、逆に少し降ってくれた方がもしかしたら鳴ってくれるかもしれませんが、どうなるでしょうか。19分408円、とりあえずスルーしてみましょう。時刻4時37分です。雨のおかげかそこそこ鳴ってはくれてるんですけど、安かったんで3件ぐらい断りましたかね。その後1件受けてます。ゴンチャイオンモール八千代緑ヶ丘店さん。4.9 キロ25分で606円。分単価25円には届きませんけど、とりあえず行っちゃいます。ピックアップ完了しました。お届け先は百合の木台方面です。で後半戦ね、まあダラダラとやっていくつもりではありますけれども、前回の動画でフードデリバリーにかかる経費どんなもんかねなんて話をしてましたんで、その辺についてちょっと自分なりに考えて数字出していきたいと思います。いろいろな経費お金がかかってるとは思いますけど、僕の場合に当てはめて考えていくとですね、まずバイク本体のお金がかかってますよね。僕はこの原付新車で買ったんですけど、もろもろ登録だのいろいろ込みで18万5000円ぐらいだったかな。減価償却費で考えていくやり方もあるとは思います。仮に20万円だとすると月額、僕3年で計上してるんですけど、減価償却費が月5500円ぐらいになるのかな。日割りで180円ちょっと。ただそんなに寿命長く持たないかもしれないですよね、原付。ネットなんかの情報だと原付の寿命5万キロなんて書いてあったりもしますね。ただまあ特にそれ超えてしまって8万キロぐらいになってるんですけど、ショップで買った時店員さん、その店員さんは10万キロ目指しましょうなんていう言い方してました。こまめにオイル変えると寿命が伸びますよ。まあ僕は15万キロぐらいは目指したいななんて思ってるんですけど、仮に10万キロで寿命だとするとどれぐらいかかるのかな。キロ単価で2円ぐらい、常にバイク本体のお金として1キロ走ると2円使っているようなイメージになるんじゃないかと思います。であとはね、メンテナンスなんかにも当然お金がかかります。さっき言ったようにこまめにオイルを変えるとするとどれぐらいお金がかかるのか、まあ、僕はね今ね4000キロ行くか行かないかくらいで1回オイル交換してるんですけど、まあ、それで2500円ぐらいかかるのかな1回に。そうするとキロ当たり 0.6 円オイル交換で毎回かかってるような計算になります。その他の消耗品だとタイヤの当然寿命があるんで定期的に変えなきゃいけないですよね。これはネット情報だと推奨で1万キロから2万キロでタイヤの交換の目安なんて書いてありましたけど、僕はもうちょっと持たせてますね。
だいたいオイル交換の時に店員さんがバイクのタイヤ変えた方がいいですよって言われると変えてるんですけど、だいたい計算すると今まで後ろのタイヤは2万キロに1回ぐらい変えてんのかな、前のタイヤは3万キロに1回ぐらいで済んでるような気がします。でタイヤの価格、あとなんだ工賃なんかも含めて計算するとだいたい1キロあたり 0.4 円ぐらいで収まってんじゃないですかね、タイヤの経費は。その他にはちょうどこの間交換したベルトとウェイトローラーとかで交換すると1回に工賃込みで僕は1万6000円ぐらいかかってるのかな。で推奨だとこれは1万5000キロから2000キロくらいで交換しましょうねなんてネットに書いてありましたけど、僕これもなんかね2万5000キロぐらい走ってから店員さんに言われて変えてるような感じですね。仮に2万5000キロで毎回変えてるとすると、これがキロ単価っていうのかな、1キロあたり 0.65 円ぐらいベルトでかかってる計算です。同じような考えでいくとブレーキパッドの交換だと1キロあたり 0.25 円ぐらいの計算になりました。その他走るたんびにかかるお金、当然ガソリン代がありますよね。僕の今のバイクの僕の運転の仕方だとだいたいリッターあたり40キロ近くは走ってるんじゃないかと思うんですが、まあレギュラーが今1リットルあたり165円くらいで計算すると1キロ走ると4円使う形になります。今話しただいたい走るごとにかかるお金って計算すると、今までの合計でだいたい1キロあたり8円ぐらいかかる感じですね。でもってあとは固定費というか、まあ決まった金額1日何も走らなくてもかかってくるお金ありますよね、保険のお金とか。自賠責保険は契約期間長くすると1年あたりの金額安くなりますけど、僕は今2年で契約してるので1年あたり4280円、まあそれに任意保険も入ってます。バイク屋さんがこれフーデリでも使える保険だよっていうのに入ってて、そっちも足して考えると月にだいたい2500円ぐらい保険代払ってるのかな、1日で割るとだいたい90円くらい。その他に予備の経費も計上しておきたいですよね。僕スマホホルダー年に1回ぐらい壊れたり新しくしたりしてますし、モバイルバッテリーが欲しくなったりもします。あとは予期せぬ修理が入ったりしますよね。僕もこの間オイル関係の修理入って、あとショック新しくしたりしてました。どれぐらいだろう、仮に月に6000円ぐらいそういった予備のお金計上しておくって考えると1日に200円、さっきの保険代と合わせるとまあだいたい1日290円ぐらいは計上しとこうかな、そんな感じです。こういった感じで自分なりの計算してきて、今日の最終発表結果発表の時にこの経費の分を差し引いてどんな感じになるのかっていうのをやろうと思ってます。一軒一軒の配達でこれ計算しちゃうとね、ドロップ先例えば10キロ1000円で行ったよって時に戻ってくる10キロ全然運べなかったよってなるとね、それはそれで実際には20キロ走った計算になっちゃうんで、トータルで考えた方がいいかなと思います。なので最終発表結果発表の時に集計してみようかなと。あとね、税金はとりあえず計算に入れないですよ。フードデリバリーに関わらず何かお金稼いでれば結局税金は払うものなので、また別の話というふうに捉えていこうかと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。税金高いですよね。岸田のおっちゃんのおかげで今年から森林なんちゃら税なんていうのもしっかり請求来てましたしね。はい、でごちゃごちゃ言ってる間に1件受けて今受け取り完了してます。呼んでくれてたのがカレハウスここ1八千代八千代台店さん、ピックアップ完了してお届け先が百合の木台方面です。微妙だけど行っちゃおうか。お次です。先ほどの配達完了してから1、2分で呼んでくれてます。サブウェイフルルガーデン八千代店さん、報酬すごいいいわけじゃないんですけどね、雨もまた止んでしまったんで行っちゃいます。はい、ありがとうございます。お疲れします。サブウェイさんのピックアップ完了しました。そういえば一つ前の配達で今日の売り上げ1万円に到達してたみたいです。さっきの配達が5時38分に完了してるんで、休憩時間除いてかかった時間が4時間48分くらいだと思います。
まあ、結構早かったですね。アメクエ2400円含まれてますんで、まあそれぐらいになるのかな。この後はだんだん尻つぼみになりそうな、そんな気がします。知り合いのお店が呼んではいるけど、23分499円はやめとこう。お次、6、7分間が空いてしまいましたが、 PPD 同じお客様へのお届けダブルで呼んでくれてます。まず1店舗目が味の民芸八千代店さん。報酬そこまで良くないかな。また、まあそんなに悪くもないか。こんばんは、ウーバーで来ました。あ、もういいですか。味の民芸さん受け取り完了して、ダブルの2店舗目がロサンゼルスさん。この間食べに行きました。キノコシチューのパイ包みみたいのが定番メニューでしたかね。あとね、サラダにかかってる特製ドレッシング、自家製ドレッシングが美味しいです。こんばんは、ウーバーです。ダブルピック完了しました。今回の案件が 4.4キロ、32分で830円ちょっとの報酬。 4.4 キロで30分超え、渋滞加味してくれてるんですかね。何しても配達時間はかかるけど距離は少ないということで、配達距離を重視する方にはそんなに悪くない報酬なのかな。僕の場合はどっちかっていうと配達時間を重視するんで、そんなに良くない、まあ悪くもないかな。分単価26円くらいあるんで、そんな感じです。です。ジュズってくれたのがラーメン未来さん、到着です。こんばんは、ウバです。はい、気づかずにシングルだと思って撮ってましたがダブルでしたね。2店舗目がすき家さん、勝田台駅南店さん。配達完了して時刻は7時台に入りました。で、配達中になり続けてたんですけれども、7、8件蹴りましたかね。分単価21円ばかりで、その後最後にようやく行ける案件飛んできてくれました。当然ダブルですけれども、まず1店舗目がココス八千代店さん、まもなく到着。今回の案件が 7.0キロ、35分で1322円。ココスさん受け取り完了しました。ピークタイムのココスさんでピック待ちがないのはかなり嬉しいですね。はい、ダブルの2店舗目が日本亭八千代中央店さんです。こんばんは、ウバです。7時41分、配達完了しました。日本亭さんの方でピック待ち 5,6 分発生した影響で、最終的には 3,4 分時間オーバーで配達完了です。当然調整金はついてません。でもって次は決まってない、まあ何件か断っちゃったんですけどね、激屋3件そろそろ鳴りが弱まってくる時間かな。お次、7時49分ということで8分待ち、なんとかなってくれました。呼んでくれたのがバーガーキングフルルガーデン八千代店さん。こんばんは、ウーバーイーツです。はい、8時9分、配達完了しました。雨がまた結構強めに降ってきたんですが、ここは譲らず、まあ時間的なものかな。ここから出前館も立ち上げてみようかと思います。はい、ウーバーさんが3件ぐらいなってくれたんですけどね、いけない案件ばっかりで時間だけ過ぎてしまいました。15、6分経過してますが、出前館が1件取れました。某ココイチさんです。報酬すごい安いんですけどね、雨の中。ただまあそろそろ疲れも溜まってきたんで、ドロップ先地元の方だったんで行くことにしました。帰り便的な感じ。今日はここまでウーバーオンリーで稼働してたんですけど、理由は例によって日またぎクエストです。あまり配達する時間が今週も取れませんで、昨日までの月火水木4日間で46件にとどまってたのかな。別に出前館やってたわけじゃなくて、出前館そこまでほとんどやってないのかな。10件配達してないと思います、4日間で。それでもこの件数にとどまってるということで、今日天気も雨混じりっぽかったんでね、雨クエストも出てたし、じゃあもうウバさん削りに行っちゃえ、そんな感じで始めてみてここまで来てます。
こんばんは、出前館です。出前館某ココイチさんのピックアップ完了しました。にしても出前館この配達報酬安いですね。選ぶなよって話になっちゃうんですけど、ピックドロップ合わせて6キロ近いんじゃないかな。それで報酬が400円台。雨結構降ってるんですけどね、まあ帰り便かと思って割り切ってるんでいいんですけど、もうちょっと欲しいな。配達完了して、お次はウーバーさん呼んでくれました。ゴンチャイオンモール八千代緑ヶ丘店さん。報酬悪くはないんですけどね、雨降っててイオンモールの閉店近いんで、もうちょっと出してくれてもいいんじゃないっていう気はしますが。さあイオンモール到着しました。なぜか流れてる音楽ゴーストバスターズかな、これ。はい、閉店間際なんで結構人少ないですね。譲ってくれたけどね。お、出前館も二輪西行き 9.8 キロ786円お断り。これもちょっとな、ちょっとな、行くんだ。配達完了しまして、次はウーバー出前館ダブルなりだったんですが、出前館の方を選びました。某カレーハウスココイチさんです。報酬がねすごいいいわけではないんですけど、ウーバーさんが激安だったんでつい釣られて出前館の方を選んでしまったんですが、また地元からだいぶ離れてしまう案件、さっき安い案件で地元に戻った意味がない。こんばんは、出前館です。お疲れ様です。ココイチさんの配達完了して、時刻は9時台に入りました。今日明日お休みなんで、まだまだがっつりやってやるぜと言いたいとこなんですが、だいぶ体力がなくなってきてるんで、もうそろそろ終わりですね。1件2件いい案件、あんまり遠くに行かずに済む、報酬そこそこくれるいい案件がなってくれるといいんですけど、どうなるでしょうか。レーダー案件なってくれたんですけどね、これ本当に 6.4 キロしかなくて21分で行けるのかな。桜市城座まで来いって言ってますけど、まあ申し込まないですけどね。 6.4 キロ508円。時刻9時半です。あの後出前館1件とウーバーさん2件さらになってくれたんですけど、行けるような案件内容ではなかったんでお断りしました。でさすがにやめようかと思います。体力辛くなってきて続けると事故を起こしてもね良くないんで。はい、というわけで簡単に結果発表いきます。オンライン時間が休憩時間除くと8時間、8時間40分です。走行距離が108キロ。出前館2件やってます、約1050円。 Uber Eats が23件、23乗車で15,977円、両方合わせると約17,000円くらいですね。これを稼働時間で割ると、まあ、1時間あたり1960円くらいで、今日話途中でねやりました、経費引くとどうなるのって話なんですが、一応1キロあたり8円で計算すると、まあキロ108キロで860円くらい、それとまあ1日あたりあと300円くらい見とこうよ、保険とかあと予備費でということで、300円足すと1160円くらいかな。それを引いて計算すると時給換算だいたい1800円ちょっとですね。まあ悪くないんじゃないでしょうか。ただ今日雨降ってましたからね、平日雨が降ってない閑散期だともっと悲惨なことになることも十分考えられる。明日以降はその辺ちょっと計算やってみようかなと思います。明日明後日休日、まあ週末だからまた別か、来週あたりどっか平日で同じように計算してみようかと思います。今日の僕が言った経費の数字計算、まあ僕がね勝手に考えた内容なんで、これはちょっと違うだろうとか、あとこんなの抜けてるよみたいなのあったらコメントで教えていただければと思います。はい、暇滝クエストが今日の段階で69件今週配達に慣れたんで、第一段階まで31件、さすがに今週も150回完クリは厳しそうですね。明日土曜日もお休みなんですけど、珍しく夜用事があるんであまり配達できません。まあ日曜日までで第2段階まで行ければいいかな、そんな感じですね。は
はい、今日はこの後動画でも編集して早めに寝たいと思います。ここまで、おやすみなさい。